今回はのんチャンネルさんがおすすめしていたこちらのパフスポンジ洗剤、薄く溶かしたぬるま湯を入れます。ずいか、適量がわからんわけね。白くなった。はい、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今降ってきたの。いつもご視聴いただきありがとうございます。めいチャンネルのまゆです。今回はのんチャンネルさんがおすすめしていたこちらのパフスポンジ洗剤とブラシクリーナー、ブラシの汚れがみるみる落ちる、あ、こうか、メイクブラシクリーナーを買ってみました。で、パフがもうかなり汚いんで1週間に1回捨てるようにはしてたんですけど、ちょっと洗えたらまあいいかなと思って買ってみました。後で試してみたいと思います。で、ブラシも同様です。ちなみにブラシの洗剤も売ってたんですけど、紹介されてたやつけど、今回はちょっとまだ買ってないです。先にね、こっちからやろうと思って、まずパフを掃除してみたいと思います。アイライナーブラシ結構汚い、いっぱいも洗ったことがない。このシマネのカグラトレーディングカードが入っていたやつに入れてるんですけど、このスポンジ多分これ使い捨てなんやけど、まあ洗ってみようかなと。バビメロのクッションファンデーションもう一回も洗ったことなくて、これと面白いな、口がつく汚いので、この3つを洗ってみたいと思います。どうやって洗うのかな。とりあえずこれを開けてみたいと思います。なんかセリアにインスタで見たけど、ブラシをゴリゴリしたら綺麗になるスポンジ売ってるらしいんですけど、今日セリア行ったけどそんなん忘れてたので見ませんでした。セリアにもパフブラシ洗浄剤みたいな洗剤が売ってました。買おうかなと思ったけど、このこれあるからいいかなと思って買ってないです。本体に洗剤またはメイク落としを薄く溶かしたぬるま湯を入れます。ズリーカでメイクブラシを入れ、ぐる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 やりますと。外れるわけね。こう 3つに分割してここでぐるぐるやれと。ブラシはこれで洗ってみようと思います。これは乾いた状態のスポンジに適量つけ、指先でもみ洗いし水洗いしてくださいということなんで、ちょっと台所でやってみたいと思います。ちょっとナスビの隣であれなんですけど、こいつを、硬っ、なんだこれ、おお、硬い、そう、ここにどんぐらいか分からんけどつけて、もみ洗い、分かんねえ洗えてんのかな、適量が分からんけね、足りんか、ちょっと追加してみた。水で洗っていいのか、水で。お、水つけたら泡が出てきたし、泡が出てきた、こうか、なるほど、あー、なんか綺麗になってきた気がする。てか綺麗になった。どや、結構まだ出てくる液が汚いんで、定期的にこう洗う、すぐ、よし、透明になった、透明になった、ちょっとまだ残っとう感あるね。うん、このぐらいでいいんじゃないか、だいぶ綺麗になったと思う。はい、
という、どうなんだ洗いが足りんかもしれんけど、こんな感じに。なんだこのボコボコは、劣化か。とりあえず置いといて、次にこいつをやってみます。あ、取れた。これはね、元が白いんで落ち具合がわかるんじゃないかと期待しておるが、ちなみに前ハンドソープとかで洗ってみた場合、全然取れませんでした。お、めちゃめちゃ出てくる。お、お、すごい、こう白くなった。あ、これ洗剤が足りんわ。もうちょいこう惜しみなく使う感じで、で流すと。洗うの下手やな洗うの下手やな。けどなんか綺麗になったちょっと綺麗になった。まあいいんじゃないか、十分。どうなんだ、いいやろ、色がついとるだけやろ多分。はい、あとは乾かして完成です。ちょっとわからんのでエアコン直下に干してみた最後はこのライナーブラシ。本当はブラシ洗剤、ブラシ専用洗剤がいいっぽいけど、今持ってないんで、こいつを入れていいね。適当に入れます。結構液垂れするんで、風呂場とかでやった方がいいかもしれない。ここにちょっと入れてみた。こんなに茶色、やばい。洗っていきます。ほんと今ダイソーのあれ、ダイソーじゃない、うわ来たね、キャンドゥの魔法スタンド使いようけど、すごい便利がいい。ただ洗うだけじゃなくて、ちゃんと汚れが落ちた感じがすごいします。茶色いの泡がやべえやろ。なんか頭皮ブラシとかも欲しくなるね。まあそんなん洗剤買う前に、リムーバー買えっていうね。こうネイルが全然もうボロボロ。しかも塗りたそうにも、もうなくて、液が。よいしょ。エミに塗ってもらわねば。エミはね、ネイル検定2級持ってるんで、よし。ちょっとどうしようもないんで、本当は乾かした方がいいやろうけど、キッチンペーパーで、ある程度水気を取っときます。なんかブラシを立てておけるみたいなことも書いてあったような気もせんこともない。よし、移動。多分こうですね。こいつは分からんけど、とりあえず下に置こうと思ったら置けない。まあいいか。とりあえずまあ、綺麗になりましたよと。はい、以上です。これ結構、もうちょっとなんだろうな、普通のパフとかの方が分かりやすいのかもしれない。あれはもう明らか使い捨てパフやけね。でも、ブラシも落とせるし、あいにくね、こういうブラシをこの間シーンで買ったんやけども、そうシーンで買ったんよ。そう、このシーンで買った、これインスタでバズっていたおすすめみたいな。まだ一回も使ってない。ならいらんかったくねって感じやけど、こうこうこう1,2,3,4,5,6,7,8本もこう使えそうなブラシが入ってケース付きで、確か300円ぐらい。めっちゃ安いなと思って、こういうブラシをね使っていれば、もうちょっとこんな感じで汚れの落ち具合が分かったんでしょうけど、今ちょっとね小さいブラシなんで分かりにくいです。まあ洗剤も変えたことだし、
これからこのブラシも使っていこうと思います。はい、以上です。今回はこれとこれのレビューでした。気になった方はぜひ購入してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。しかさ、これこんだけあるから福袋で入ってたやつもう完全に使い捨てではみたいな。違うのか分からん。柔らかいで使い心地はいいです。まだまだ入ってるんでバンバン